いつもロペライオアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2013年モデルアウディ R8 スパイダーをご紹介させていただきます。まずは外装面の状態ですが、フロント周辺に数箇所の飛び石がございます。それ以外目立つ傷はございません。走行距離わずか2万8000キロのお車ですので、内外装ともに綺麗な状態を保っております。外装色はブリリアントレッド、インテリアにはブラックレザーが組み合わされたお車です。アウディのスーパースポーツカーである R8 をベースとし、開放的なオープンドライブを味わっていただけるこちらの R8 スパイダーでございます。 V10 エンジンをミッドシップにレイアウトしており、またアウディクワトロシステムが採用されることで、パワフルで安定感のある走りをお楽しみいただけます。ヘッドライトは LED ヘッドライトが採用されております。後期モデルよりデザイン変更が行われ、よりスタイリッシュな印象に生まれ変わりました。エンジンスペックに関しましては 5.2 リッター V10NA エンジンが搭載されており、馬力は525馬力を誇ります。後期モデルよりトランスミッションにはデュアルクラッチが採用されるようになりましたので、前期モデルに比べ非常に乗りやすくなりました。足元には V10 モデル専用19インチのアルミホイールが装着されております。さらにオプションでカーボンブレーキが装備されており、安心の制動力を誇ります。続きましてリアのご紹介をさせていただきます。テールライトには新しいデザインの LED テールが採用されております。またウインカーが流れる仕様となっており、近代的なイメージに仕上がったお車です。マフラーに関しましてはパワークラフト製のマフラーが装着されており、迫力のあるサウンドをお楽しみいただけます。続きましてインテリアのご紹介をさせていただきます。車内は黒で統一感があり、また各所にレッドステッチが施されることにより統一感のある仕上がりとなっております。シートはブラックレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感もなく、綺麗な状態を保っております。それではエンジンを始動させていきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが装備されております。パドルシフトが備わっており、変速操作をお楽しみいただけます。さらにクルーズコントロールが備わったお車ですので、長距離ドライブの際も快適にお乗りいただけます。ナビゲーションに関しましては SD ナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またギアをバックに入れていただきますと、バックカメラもご使用いただけます。また車内のインテリアパネルですが、カーボンインテリアが採用されており、スポーティーな仕上がりとなっております。運転席と助手席にはそれぞれシートヒーターが完備されており、寒い季節も快適なオープンドライブをお楽しみいただけます。シフトに関しましては7速のデュアルクラッチが採用されております。合わせてスポーツモードを選択していただければ、さらに刺激的な走りをお楽しみいただけます。またマグネティックライドサスペンションが装備されているお車ですので、上質な乗り心地を実現しております。またこちらの車両に関しましては、パワークラフト製の可変バルブマフラーが装着されております。少しアクセルを踏んでみます。通常モデルでは味わうことのできない大迫力のサウンドとなっております。それではホロを閉めていきます。また気になる車内の匂いですが、特に音箱の匂いなどいたしませんのでご安心いただければと思います。今回は2013年モデルアウディ R8 スパイダーをご紹介させていただきました。
走行距離わずか2万8000キロのお車ですので、全体を通して綺麗な状態を保っております。開放的なオープンドライブと刺激的な走りをお楽しみいただけるアウディのスーパースポーツカーの R8 スパイダーでございます。鮮やかな外装色に加え、パワークラフト製のマフラーが装着されており、どこを走っていても注目を浴びるお車です。後期モデルではトランスミッションにデュアルクラッチシステムが採用されるようになり、前期モデルに比べどなたでも簡単に乗れるようになりました。市場においても大変珍しく、弊社でも人気の高い R8 スパイダーでございますので、お探しの方はぜひお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。